スズキ。さあ、ムガール帝国第5回目なんですけども、まあ、前回までが、カースト制の話をたっぷり聞きました。そうですね、ちょっとその歴史から結構ちょっと離れてたよね。この2話インド哲学とカースト制の話したから、もう一度ちょっとインドの歴史に戻っていきます。はいはい、流れに戻っていきます。流れの方にね、戻っていくんだけど、ほらまだインドの歴史、アーリア人のベーダ時代の話しかしてないまだまだ紀元前です。紀元前だった。紀元前かな。ムガール帝国まだ出てきてないですよね。全然あとあれだって1500年代ぐらいだから、大遊先。そうだね。今日の夕方ぐらいに出てくるから、ね。そう俺らのね。これが古典ラジオっていうこと忘れてました。そうやった。そうなんですよ。はい。主役はもうちょっとね。でまず一旦紀元前6世紀に戻って、大きい流れをちょっと見ていきましょう。でこの大きい流れが分かると、ムガールの時代っていうのがまあより鮮やかに分かっていくんで、はい、ちょっとインドの大きい歴史の流れっていうのを一緒に見ていきますね。はいよ。はい、で紀元前6世紀ぐらいですね。だからベーダの時代だよね、まだね、このベーダの時代の時に、まあ、っていうかちょうどブッダが生まれた頃だよね、これ。はい、鉄器が本格的に使われ始めるんです。鉄だ、鉄が、これによってね、ガンジス川流域の深い森林を切り開くことができるようになるわけ、で粘土質の硬い土壌とかも耕作することが可能になっていくんですね、まあ、結果的に、まあ、稲を中心とした農業生産っていうのが増大していくと。でそうすると余剰生産物っていうのがたくさん出てくるでしょ、でこの余剰生産物っていうのが出てくると政治権力っていうのが上がるっていう、まあ、当たり前の現象が起こるんです、よくあるやつ。なぜならばその余剰生産をどう分配するかを決めないといけないからですね、これ障害の歴史の時にやったね、ありましたね、はい、でヒエラルキー階層っていうのが出てくるっていう、こういうのがインドで紀元前6世紀ぐらいに本格的に起こり始めます。はい、はい、それまではアーリア人が来訪してきて、アーリア人同士が部族間闘争して、キングオブキングぐらいの人たちが出てきた、けどまだ何にも統一されてないし、複数の王の王みたいなのが乱立している状態みたいなところで鉄器が出てきてこうなってるってことね、で同時並行でインド哲学とかが勃興してブッダとかも出てきてるんだけどっていう、まあそういう混沌とした時代だよね。そうだね。だけどさ、中国のキングダムの時代にそっくりじゃないかい。まあ、あの時も諸子百家が出てきてさ、有名なあの時代からずっと今でも残ってる思想家が出てきて、で秦が統一するじゃん。本当だ。だから同じようなフェーズなんです、この時。そうなんですよ、ね。インドはインドで、まあなんかね、発散して収束するみたいな、なんか大きな、そうなんです、ありますよね。はい。でこの時、まあ、中国だと戦国七雄っていう7カ国だったんだけど、インドだと16大国ってやつなんですよね。おお、かっこいいな、16大国、はい、これアーリア人の末裔の人たちだよね、根血進んでるけど、現地の人たちと、アーリア人の末裔の人たちは結果的に16個の国を作って、それぞれが、まあ、特に強力だったのがこの16個の国だったってことですよね、はい。この中で最も有力な国っていうのがマガダ国とコーサラ国っていうのがあるんですよ、まあ、ガンジス川中流域の新興国で比較的新しい国だったそうなんですけど、まあ、王様がいて、その王様のもとに官僚制も敷いてたみたい。官僚制が敷けるってね、難しいって、ほら日本史の勉強とかで僕たちやって、よく分かったと思うんだけど、教育機関ないとダメだし、官僚を育てるってかなり余剰生産物ないとできないんで、めちゃくちゃ豊かじゃないと作れないんですよ、官僚って。相当余剰生産物ができて大学とか作れて、やっと官僚が作れるん で、あと常備軍もだよね、豊かやったってことは、そう、このコーサラ国とマガダ国はだいぶ豊かな土地にいて、だからこそ官僚制と常備軍を作ることができたってことだよね。だから強かった。農業生産に直接携わらなくてもいい人たちがたくさんいる、を養えるっていうことだよね。そう。で周辺国の征服っていうのをどん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 進めていったんだと。で結果的にマガダとコーサラとあと2つの国の4カ国になったんだって。でこの状態でマガダ国が統一王朝を作って、まあ、だから秦だよね、これが。中国でいうところの秦の始皇帝の秦です。天下統一や。統一します、マガダ国がね。でマガダ国がなんで一番強かったかっていうと、こういうのを超詳しくやったらちょっとバグっていくんで、あのポイントだけいきますけど、まあシンプルにまず地の利があった、交通の便も良かったし、肥沃だったし、雨量も多かったし、森林さえ切り開けば豊かな農業生産っていうのが約束されているっていうような土地にあったってことですね。あと鉄資源っていうのが普通に近くにあった、ということで、まあ要は資源がたくさんあった、運が良かったですってことです。なるほど、はい、まあ、重要そう、はい、でちなみにこのマガダ国の王様
とかとこのブッダとかは仲良くしてたりしますね、うん、へえ、うん、ブッダはだからこうやってマガダ国がライジングしている頃とかに遊説して回ってますから、このいろんな国を。そう、なんかすげえ歴史の中にブッダが出てくるのすげえ。でここのクシャトリアであるマガダ国の王様とかにサポートとかされてるわけだよね。そう、はい、うん、ありましたね、なんかそういう話。そうですそうです、うんうん、まああれにも出てきますよ、あの手塚治虫のブッダにも出てきますけどね、マガダ国って漫画のね、はい、うん、マガダ国の王子であるアジャータシャトルっていう人がいるんですけど、うん、この人が父親であるビンビサーラっていう人を幽閉して殺しちゃうんですよ、うん、でこれを後ですぐ後悔してんだよね、うん、お父さん殺しちゃったわっつって、うん、なるほど。でブッダに、まあ、これをすごい悔いて、罪を悔いてブッダに帰依するんですね、うん、はい、はいはいはい。でブッダが亡くなった後もそのブッダの遺骨をもらって仏塔を建てる、うん、五重の塔までいかないけど、五重の塔も仏塔だからさ、あれね、うん、ああいう仏塔をババンバンバンって建てていくっていうことをやったりしてるっていう、うん、まあ、そういう時代、うん、はい、同時期ですよね、うん、でマガダ国が一応その北インドら辺を統一した後なんだけど、うん、紀元前326年にアケメネス朝を滅ぼしたマケドニアのアレクサンドロス3世やりましたね。え、アレクサンドロスだ、はい、インダス川を渡って侵入してきたよね、うん、あの人インドをポロス戦ったじゃん、はいはい、来ますよねこの子すげえただこれね、戦ったのマガダ国じゃないんだよね。あ、え、え、ん？マガダ国って統一してたんだけど、中縁にまだいろんな国があんの、うん、あ、そういう感じ。完全統一じゃない、うん、ああ、なるほど、はい、大体統一みたいな、うん、はい、主演にいろんなやつらがいて、あ、まあ服属とかはしてたかもしれないけど、まあ、支配下にはあったけど、うん、一個の国にはなってないぐらいのイメージで。 でそのインドポロスっていうのはその諸勢力のうちの一つなんですね。アレクサンドロスが勝ったのは実はその諸勢力のうちの一つでしかなかったんですよね。へえ何今の言い方漫画のなんか、なんかね、はい、四天王倒したら上には上がいるみたいなそう、まあアレクサンドロス大王の刃が届いた限界は、まあ、インドまでだったっていうことですよね、うんうんうん、インドのね西北の方ですよね、はいはい、唯一ある入り口のらへんだよね。そう、はい、ただアレクサンドロスがここまで来たことによって、うん、この南アジア、まあ、インド地方とギリシア世界が直接交流が始まるんですよ。そうなんだよね、はい、でイラン方面からギリシア系の人たちが来て、うん、国作ったりするんだよね、インドに、うんうん、これ知らない人いっぱいいると思うんだけど、うん、古代インドってギリシア人がいます。へえ、国持ってます普通に。すげえ遠そうやけどね、うん、そことそこで仏教に改宗したりとかしてます。うん、すごい。そういうことが起こってるんですよ古代インドって。そう、だからその辺のね、その境界線を今の感覚ではっきりと定めない方がいいんですよね、もっと流動的。はあ。でこのマガダ国もね、なんか王朝がねいっぱい交代していくんだよね。これちょっといまだによくわからないんだが、うん、国名が一緒で王朝だけ交代するってどういうことって感じなんだけど多分マガダ国っていう名付け方が、うん、そのマガダを中心とした国って意味で、王朝自体は何度も交代してるみたい、うん、なるほどね、はい、だから中国みたいな王朝が変わったら国が変わるんじゃなくて、うん、捉え方が違うんですね。だから中国って呼んでるのとあんま変わんないってことね。そういうことね。マガダ国って呼び方がね。あ、なるほどね。理解理解。だけど王朝は結構交代してて、例えばシャイシュナーガ朝っていうところからナンダ朝っていうのに変わって、うん、でこのアレクサンドロスが来た頃はチャンドラグプタが作ったマウリア朝っていうのが出てくるんですよ、うん、でこのマウリア朝が一番有名、うんうん、マウリア朝なんか出てきたね。はい、なるほど。このマウリア朝はですね、チャンドラグプタさんが作るんですけれども、どうやって作るかっていうと、うん、アレクサンドロスが侵攻してたから、うん、西北インド領域が疲弊してるんですよね。まあ、このチャンドラグプタさんが、うん、マウリア朝っていうのを作った後にですね、うん、アレクサンドロスが侵攻して疲弊してたその西北のインドのところを改めて征服し直して、うん、より強固な統一国家っていうのを作るんですよね。うん、今までその前も一応統一国家としてナンダ朝があったんだけど、うんうん、マウリア朝が結構有名な統一国家を作るんですよ。うんうん、しっかりとした。はいはい。はい、これが、まあ、マウリア朝で、うん、このチャンドラグプタの孫にアショーカっていう王様が出てくるんですよね。はい、この人が一番有名。そうだね。でしかもめっちゃでっかくなるこれで。彼は武力によって北インドしか征服してなかったんだけど、もともとナンダ朝も、うん、このマウリア朝でアショーカ王の時代にインドのアタイ陸の
南側もほぼほぼ領土の中に入れてめっちゃでっかい国作ります。しかもこのアショーカは何で有名かっていうと、そこがすごいのも有名なんだけど、仏教を保護したことでも有名で、そうなんだよな、めちゃくちゃ仏塔を作るんだよね。今でも残ってんのよそれ、アショーカ王の仏塔って、うん、へえ、その時代から残ってるんですね。残ってますね。すげえな。はい、これがそのマウリア朝ってやつで、うん、インド大陸ってさ、うん、でかいじゃん。でかいですね、うん、すんげえでかい国作ってんのだから。なんかでマガダ国ですよね一応この時って。マガダ国、まあ、マウリア朝みたいな、まあ、マウリア朝、あ、まあ、中国の秦みたいな意味だよね、うん、マガダ国のマウリア朝です、うん、はい、あんだけ広いところじゃあ一旦統一したってことはマジで始皇帝みたいなことやってるってことですよね。まあ始皇帝みたいなことやってますね、はい、相当すごいってことですね、はい、まあ相当すごいってことですね、はい、なんでまあいろんな土地にこういうやつがいるっていうそうだね、まあまあまあ、うん、はい、で、まあ、この頃アショーカ王が仏教を保護したこともあって、はい、これから先何百年か仏教をすごく優勢の時代になっていくんでね、うん、だからバラモン教がしんどい時代だよね、はい、そうそうそう、うん、まあ、若干本筋には関係ないけれども面白いネタとして、うん、あのちょっと紹介、仏教関連で紹介したいんですけれども、うん、さっき深井君が、まあ、ちょっと諸子百家の時代に似てるっていうふうに言ったじゃないですか、うんうん、で仏教以外にも実は大体なんか6つのなんかこうグループがあったんだって。お、まあ、思想のなんか流派みたいなのがあったんですよね、うん、まあ、それをシャモンとか言ったりとかするんですけれども、まあ、全部一つ一つは言わないんですが、なんかちょっとこうそれぞれが言っている思想のこう概要が面白いので少しだけ紹介しますね。ちょっと面白くて、まあまあ、ブッダはまあ今までやったんで、まあちょっと詳しくは言わないんですけれども、うん、まあ、例えばねプーラナ・カッサパっていう人がいるんですけれども、うん、この人はカルマとか輪廻を否定するんですよね、うん、いい行いをしようとも悪い行いをしようとも別に何も報いを受けることはありませんというふうに言ってるんですよ、うん、まあ、確かにそういう考え方もあるなって思いますよね、はい、人を殺したりとかお布施したりとかしても別に関係なくないっていう、うん、まあ確かにまあそういう考え方もあるよなっていうふうに思うんですが、あとはなんかね、もう僕読んでてそのめっちゃ爆笑したやつがあって何、何、うん、パクダ・カッチャーヤナっていう人がいるんですけれども、はい、この人はねネジの外れたことを言ってて、人の首を鋭い剣で切っても生命を奪ったことにはならないって言ってるんですよなるけどね、なるけどこの人が言うにはね、なんかね、人っていうのはなんかね7つの元素から成り立ってんだって、うん、でその元素はもう絶対変わらないものだと、うん、だからなんか鋭い剣で人を切ってもさ、刃がねこう7つの元素の間の裂け目を通ってるだけだと、うん、はい、だから人を殺したことにはならないよねっつって。あ、ちょっとじゃあ一回やってみればいいのにねやってる可能性もあるし自分の体でやってみればいいのに、うん、そうとか ね、まあ、ね、あとはね、うん、マッカリ・ゴーサーラーっていう人がいて、うん、なんかね、なんかね輪廻する回数とか感じる苦楽の量っていうのはあらかじめ決まってるっていう風に言ってるんですよね。だからカルマによって来世の苦楽が引き起こされてるわけではなくて別に関係ないよ、修行しても別に意味ないよっていう風に言ってる人もいる。そうだからなんかね、いろんなね、ほんと諸子百家の時代みたいに飛び抜けたこう思想がどん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 出てきてるっていうことですね。本当そういう時代なんですね。マジ戦国時代っぽいですね。そうマジでなんか思想戦国時代っていう。そうなんかちょっとこうバーンっていう、そうだよ、そう人たちが出てくる。みんながこういうこと言ってるから俺はこういうこと言おうみたいな感じもあるよね。そうなんだよね。まあだからもうみんながこんな修行してんだからそんなの意味ないしみたいなことを言っちゃいたいみたいな、もう多分逆張りだよね。逆張りしたくなるっていうのもあるんだと思う。まあね、いまだに YouTuber とかですねありますからね。ありますよね。みんなが言ってることの逆張りを打って強い意見として世に出すみたいなね、いっぱいありますけど。まあこういう環境の時にそういう人が出てきやすいっていう、余剰生産が多い時ですね。なるほど。はい、確かにね。あるんや、うん、余裕がある時でしょうね、うん、はい、まあ、こういうのがまあたくさん出てきた時代でもあった、うん、けどやっぱまあその中でもやっぱり仏教とかジャイナ教は強かったし、特に仏教強かったっすね、うん、はい、やっぱ政治権力と結びつけたからね。そうですね、まあ、うん、一つは、まあ、説得力すごかったとかもちろんあると思うんだけど、はい、やっぱりそのバラモン教ってさ、バラモンが一番上じゃん。
はい、王様からしたらさ嫌じゃん。そうなんだよね。シンプルに嫌じゃん。そうね。だからクシャトリアとかバイシャからしたら、仏教をした方が楽しいじゃないですか。そうね。普通にマジでいろいろ理解して帰依してる人もいると思うんですけど、人気があったってそういうことなんじゃないかなと思うんですよね。バラモン教を推すより誇張した方が希望があるわっていうのはあったと思います。そうね。はい。でまあこうやって。王侯貴族とか商人とかが強い時に結構仏教って広まっていくんですよね。はい、なんでこれでまあ広がっていきましたっていうことですね。なるほど。あれちょっと僕時代のあれが分かってないんですけど、あのベーダーあったじゃないですか、はい、でヒンドゥー教がそこと結びついてみたいな話あったと思うんですけど、そことの時代関係は今どうなってるんですか。ヒンドゥー教は同時並行で結びついていってます、はい、今じわじわギュアやってる、ね、ずーっとやってます、はいはい、ずーっとシューダラ階級の人たちと結びつき続けてる、はいはいはい、だけれども、はい、このあとバクティ信仰っていうヒンドゥー教の爆発みたいなのがあるんですよね。きっかけが、はいはいはい、それが起こった時に逆転するんですよ。仏教と仏教ジャイナ教徒と立場逆転みたいにするんだけど、そっかそっか、じゃあ今、数としては今仏教とかジャイナ教の方が多いのだが、数が多いかどうかは絶妙なそこですね。あ、そうですね。民間宗教として民衆とかは普通に民間宗教してる、そっかそっか、普通に、だから川とかを多分祀ってて、あでそれまではスポンサーがクシャトリアとかはさ、バラモンをスポンサーしてたわけですよ、はいはい、そのスポンサーが外れてどこをスポンサードしたかっていうと仏教してるっていう状態 で、バラモンにスポンサーがいなくなったっていう、ただそれだけです、はいはいはい、理解理解。この段階では消えたわけじゃないんですね、はい、そうでバラモンが困って新しいスポンサー先を探してるっていう状態、なるほど、っていう感じですね。わかりましたわかりました、あだいぶ時系列的にわかりました、はい、そういう状態です。でこのマウリア朝っていうのが、まあ、もう少しどんな国だったかっていうのをちょっと見ていきたいんですけれども、はい、これねギリシア人のメガステーネスっていう人がね、インド史っていうのを残してて、まあ、その中で語られたりだとか、あとはそのチャンドラグプタの最初のチャーナキアっていう人がなんかものを書いてるらしいんですよ、実理論っていうやつをね、そういうのでなんか結構判明してるらしい話なんだけど、どういう国だったかっていうのが残ってて、帝国はですね、このマウリア朝のことですね、ガンジス川流域の直轄領と遠方のいくつかの州によって編成されていた、まあ、直轄領と属州じゃないですけど、統治をある程度委任している州に任してあったってことだよね、これはさそうなるよね、まあまあ、広いもんね、難しいから、いきなり直で言うの無理だからね、直轄すんのむずいよね、だって普通に馬走らせて何日かかんのみたいな距離だから、はい、そうなるよねって感じですね、中央政府には顧問官と宮廷祭官、軍司令官と大臣などがいて、その下に種々の職務からなる膨大な数の官僚軍がいた、地方統治のために徴税、土地測量、水利施設管理などを携わる管理も多数存在した、さらに軍事組織も歩兵騎兵戦車増軍の4部隊により完備した機構を持っていた。へー、かなりシステマチックやな、システマチックですよね、それまでのインドには見られなかった強力な専制国家を築き上げたっていう風にね、まあ、本人は書いてありましたね。あとはバラモン教的な理念に従ってバラモン、クシャトリア、バイシャ、シュードラの4つのバルナは維持されてます、それは社会として普通にある、はい、っていう複雑な状態だよね、王様は結構仏教を信じたりするけどバルナ性はあるってことだよね、だから宗教っていう感覚受け取ってないんだと思うね。そうなんだよな、なんか本当になんか前回見ましたけど、文化基盤というかプラットフォームというか、はい、まあ、このような大帝国を築いたんですけれども、このような大帝国もアショーカ王の死後ですね、まあ、急速に衰えていきまして、まあ、前1世紀ですね、2100年ぐらい前に滅びます。もう、はい、急にこれなんでかっていうと、官僚機構と軍隊組織を維持するお金を捻出できなかったんだよね、統一国家として。だからね、この官僚組織っていうのを維持するっていうのはね、やっぱ本当に豊かじゃないとできないです。そうか、そう、まあ、だからね、さっき、教育機関があったりとかいろいろですよね。でもお金がかかるんですよ、条件が必要ですね、はい、なんでめちゃくちゃ税金が高くなっていくか、ないしは周辺の国とかを軍事で服属させて搾取してないと多分維持できないんだよ。そういうことやな、こういうのは、あとはですね、まさにその搾取しちゃってたことが不満を高めて、属州とかがですね、不満が高まっていって崩壊の原因にもなったっていうふうにも言われてますね、あともう一つはね、その仏教とかジャイナ教を保護しちゃってたっていうことがバラモンたちからの反発を食らって、そのバラモンたちの反発も結構大きい力として出てきたっていうのも
なるほど。やっぱり社会にバラモンはいっぱいいるんで、そうだよね。それも結構痛かったらしいです。そう、はい、ヴェーダのね祭祀とか行わなかったので、まあ、バラモンがそれに対してすごく反発をしてたんですね。お布施が降りてこないからさ、ね、困るよねバラモンもね。ということでこのように滅びたんですけれども、その次にですねイラン系の人たちがまたインドに王朝を建てます。イランってほらもともと同じアーリア人なんだけど、もうだいぶ根血進んで全然違う顔とか多分なってんだけど、うん、肌の色とかもね、この2100年ぐらい前に今度はクシャーナ朝っていうのができます。中央アジアからスキタイ族っていう人たちに押されて南下してきた人たちですねこれ、でこの王朝も、まあ、あんま詳しくは言わないんだけど有名な王様が一人いて、これが3代目のカニシュカ王っていう人ですね。まあ、在位が130年から170年ですね、紀元後ですね、これの時に最盛期を迎えていきます。そう、ちなみにそのカニシュカ王って仏教を保護したんですけれども、保護した仏教は大乗仏教、でこのカニシュカ王はですねベルセルクに出てきましたね。あ、僕読んでないですね。ベルセルクっていう漫画に、クシャーンのガニシュカオっていうのが出てくるんだけど、明らかにこれでしょうね。クシャーナ朝のカニシュカオのことでしょうね。まあ着てる服とかはムガール朝っぽいんだけど、とかが分かんだよね、やっぱ歴史詳しいと漫画読んでて。すげえ。だからどうってわけでもないんですけど、ニヤニヤできるなこれ。そうなんで、ちょっとみんな読んでみて、あの読んだ人も読んでない人も、グロいけど、まあグロいけど。はい、でまあ、このクシャーナ朝はですねインド北半分と、あともともとイラン方面から来てるんで中央アジアの方です。だから今のアフガニスタンとか、あそこら辺も領地なんですよ。で結構このあとインドの統一王朝とかインドの北を統治してる国って、今のアフガニスタンとかパキスタンとかまで基本的には統治してるんだよね。まあ、広くね統治してるんですね。広く統治してるという概念というよりは、なんていうかな、あそこら辺まで同じ文化圏だったってことです。そういう感じか。そう、なるほど。はい、そういう風に理解してもらったらいいかなと思いますね。ちなみにこの時代ですね、中国は漢っていう国ですね。漢字の漢ですよね。はい、で漢が西の方に結構進出してきてたんで、インドと中国は直接接するっていうことが起こりまして、結構両国のですね文化とか経済の交流がクシャーナ朝と漢の間で行われたそうですね。へ、はい、これはちょっとなんか胸熱ってです僕は。そうですね、はい、なんか本の中に書いてあったのはそのクシャーナの人たちが中国に仏教を伝える役割を果たしたっていう風に書いてますね。これでもなんか最初の方で話した話で言うと結構山脈があるから難しかったっていう話があったと思うんですけど、突破して山脈の西の方に唯一入り口と出口があるんだけど、あそこら辺まで中国もインドも伸長してるんで接してるっていう状態ですね。そっか、西側まで行ったってことか。中国がね、中国がそれぐらいお互いでかい帝国作ってたってことだよね。そっかそっか、はい、はいはいはい、はい、分かりました分かりました。この2つの国が接するぐらい領土がお互い伸びてるっていう状態、なんだけれども、まあ、このクシャーナ朝もですね、まあ、勢力が南インドに及ぶことはなくてマウリア朝ほどはでかくならないです。そしてササン朝ペルシアに滅ぼされていきます。ササン朝ペルシアってのはだからイランの人たちだよね。そうなんですね。だからイランから来た人たちがイランの人に滅ぼされたってこと言ってます。ややこしいですよね。まあ逆にややこしくないですよ。まあまあまあ。イランら辺にいた人がインドら辺まで逃げてきて国作ってたんだけど、元いた場所の人たちに滅ぼされたってことです。まあまあややこしくないか。だからインドはインド人とか思ってるとややこしいです。そうそうですよね。そのロックを外さないといけない。特にユーラシア大陸の歴史は全部そうなんで。そう。日本人だとね。そうね。ここにいる人はこの人たちでしょみたいな感じになっちゃうんだけど、ゴロゴロ変わるんでね。何でまとまるかがね。民族だったり住んでる場所だったりいろいろありますからね。そうですね。なるほど。はい、はい、でまあさっきヤンヤンが言ったみたいに大乗仏教とかがこの辺で誕生し、保護され、そして中国にも渡っていったりするよねっていう時代ですよね。はいはい、なんかこのちょっと後ですけどナーガールジュナとかが出てきたね。リュージュとかができて、まあ、ここで空の概念とか出てきて、そう体系化されるもんね、その思想がね、とかいう時代。はい、で次がですねクシャーナ朝の次にグプタ朝っていうのが出てきます。はいはい、さっきカーストのところでちょっと名前出しましたね、グプタ朝。なんでこれ受験生とかだけでいいんだけど覚えるのは、マウリア朝が結構でかくインドを初めて統一した後に、これがだから中国でいうところの秦の始皇帝みたいな人たちだから秦みたいな感じだよね。その後にちょっとちっちゃい規模で似たような統一王朝を作ったクシャーナ朝、そしてその後グプタ朝っていって、この三大国が有名なんでこの3つ覚えているといいと思いますね。はい、はい、でこのグプタ朝っつうのはね
チャンドラグプタが作ります、はい、これはチャンドラグプタはさ、これマウリヤ朝作った人と同じ名前なんですよね。あ、はいはいはい、うん、たまたま一緒な、たまたまというか、まあなんか意識はしてんのかもしれないですけど、別に繋がりはないです。またそのパターンね。うん、そのなんかね、シャルルでありましたね。シャルル祭りみたいな。このチャンドラグプタ、どのチャンドラグプタみたいな。うん、そう。だからめんどくさい。三大国を作った最初と最後の人それぞれチャンドラグプタが作ってるから、はい、チャンドラグプタは国を作りがちで覚えたらいいと思います。ここでしか使えないやつ、ね、チャンドラグプタって名前をつけたら国作っちゃいがちだ。いいね、うん、使い回しできない格言。はい、そうですね、うん、でこのクシャーナ朝にいた有力な領主だったんじゃないかって言われてるんですけれども、うん、このチャンドラグプタがグプタ朝っていうのを作って、うん、息子のサムドラグプタっていうのが出てくるんですね。うん、グプタっていうのが何か意味あるん、なんかあるんでしょうね。でしょうね。僕もそこまで知らないです。はい、はい、うん、サムドラとチャンドラもさ、うん、ちょっとだけ変えてきたなお前っていう、ね、味出してきたなみたいな。ちょっとね、ちょっと変えてきたなっていうね。はい、まあ、これでも日本人に言われたくないだろうね。なるほどね。家康とか家康ね。でもチャンドラってよく聞くワードだよね。確かにね。チャンドラ、うん、チャンとかよくね、ね、あれだよね、確かにね。チャパティみたいな。ああ、そっか。まあなんかあるんでしょう、ね。チャがあるよね。チャが、うん、チャイとか。うん、うん、孫がチャンドラグプタ2世なんですけど、うん、まあ、この3代で北インドを統一し、まあ、マウリヤ朝以来の、マウリヤ朝ほど大きくないんだけど、結構でっかい帝国を作っていきます。だからマウリヤ朝ってすごいんだよね。うん、マウリヤ朝すごくて、うん、マウリヤ朝の領土に次なるのムガール帝国まで待たないといけないんで、へ、だいぶ後です。いやマジでそうなんですよね。そう、もう小国に分裂するんですよね。だから1500年とか1600年間ぐらい、うん、もっとかな、うん、はい、ずっとマウリヤ朝のレベルまでいかないんで、そう、1800年ぐらいかな、はいはい、いかないんで、うん、マウリヤ朝すごかったんですよ。まあまあ、いかに難しいかってことだよね、はい、そういうことですね、うん、はい、でこのグプタ朝っていうのは、うん、その前のクシャーナ朝と全然実は性質が違いまして、うん、クシャーナ朝ってほら中国と交易してたりとか関係があったりとかしたし、もともとイラン人の国だったじゃんあれ、はいはい、だから結構コスモポリタン的なグローバルな国だったんですよ。うん、まあ多様性というかなんというか、そう、うん、でグローバルな国 でしかも大乗仏教を保護してた、そうだね、っていう国だったんだけれども、うん、グプタ朝はインドアーリア人の国にまた戻ってきたんだよね、うん、でこの戻ってきた時に仏教を弾圧したわけではないんだけど、うん、彼らが王権を確立する際の権威づけとして、うん、またベーダの宗教のバラモン教の方に戻っていくんですよね。へえ、ね、戻るんや、はい、まあ、でバラモン教っていうとちょっと語弊があって、うん、この頃もうすでにヒンドゥー教化し始めてる、あやつですよね、はいはいはい、なんでそうそうバルナ制の規定をまとめた、はい、バルナっていうのがほら4階層あってねみたいなやつを、はいはい、明文化されるマヌ法典っていうのが編纂されるんですよ、うーん、この頃にこのマヌ法典みたいなものを編纂したりだとか、うーん、あとはそこに記されている理想的な王権状態みたいなものを体現しようとするっていうムーブをするんですよね。へ、うん、でバルナに規定されている秩序を守る、うん、まあ、そういうことで自分たちを権威付けしていくっていうスタイルを取るんですね。へえ、面白いな。戻るというかなんというかね、うん、うん、これによってサンスクリット語を、まあ、公用語としたりもするし、うん、サンスクリット王権って呼ぶんですけど、うん、いわゆるもともとアーリア人が信奉してたベーダの宗教であるバラモン教の概念の延長線上にある王権っていうのをここで確立していきます。へえ。で一方ではインドにおける仏教っていうのは衰退していくんですよね。あらら、今もインドにおいて、まあ、仏教徒っていうのはマイノリティになってるんですよね、うん、で、まあ、その後インド仏教ってどうなったのかっていうと、なんかバラモン教に吸収されていったんですよね、うん、だしそのイスラムがこの後入ってくるんですけれども、イスラムの方にもインド仏教が吸収されていったっていうふうに言ってますね、うん、はい、でこのグプタ朝の後半はですね、うん、まあ、その5世紀頃なんですけど、うん、それまで親族の共同体っていうのがいたのがどん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 バラバラになってって小家族に分かれていったんだって、うん、要はその氏族制だったのがもっと細かい単位にどん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 分かれていったってことを言ってますね、はいはいはい、で土地自体は共有だったらしいんだけど、各小家族ごとで耕作を行うようになっていったらしいんですよ、うん、でその小家族ごとがいくつか集まって村落共同体っていうのを作るようになっていった、うん、
これがジャーティーになっていくんですよね。おお、うん、なるほど。なんで、うん、ほら、あの前回カースト制の回で、はい、ジャーティーっていうのがグプタ朝後半に成立していくんだよっていう話をしたんですけど、はいはい、これはそのまあバルナっていう概念と全く別に、はい、自分たちが生活している単位みたいなものが、うん、それこそジャーティーみたいになっていって、このジャーティーに対して当時グプタ朝がサンスクリット王権で参考にしていたバルナの概念っていうのをここに導入していったってことになりますよね。この2つが曲がったりするとカースト制になるわけだよね。はい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 、まあ、こういう時代背景があるわけですね。あ、悪魔合体したんや。悪魔合体しました。なるほどね。うん、でこの時作られたサンスクリット王権下によるジャーティ運営っていうのがインドの基本運営フォーマットなんですよ。パッケージになっちゃうんだよな。そう、うん、これがずっと今まで続いているよっていう話でしたね。なるほどなるほど、はい、はいはい。なんでグプタ朝ってそういう意味で非常に重要なポイントの国で、うん、今のインドの特徴みたいなのをかなりここで形作っているっていう国になりますね。なるほど、はい。これはね、なんていうかな、例えばだけどその仏教が生まれたのになんで仏教の国じゃないのみたいな問いを持つ人いっぱいいるかもしれないですけど、はいはい、まあその諸子百家の一人だからブッダって、うん、そうなんだよね、うんうん、中国でもさ、うん、別になんか老子の国にもなってないし、はい、孔子の国にもなってないわけじゃない、うんうん、まあいろいろハイブリッドなんだけど、うん、インドでもやっぱここでハイブリッドが起こっているっていうだけの話なんですよ。そうなんですよね、はい、で大元彼らが生活のアーリア人だからね、うん、アーリア人との根結だからさ、うん、アーリア人がもともと大元持っていた概念っていうもののやっぱりここでも延長線上にいるということになりますよね、はいはいはい、そう考えると自然だと思うんですよね。そうですよね。そう、みんな同じやっぱり根本的に同じプラットフォームの上から生まれてきたものなので、うん、まあ一回分かれるけれどもまたそれぞれ融合したりするっていう風な現象は普通に起こり得ることなんですよね、うんうん、しかもその仏教というのはやっぱもともと融和性が非常にやっぱ高くてね、うん、他の宗教を排除する感じではなくて受け入れることによって共存的な関係構築を図ったりとか、うん、自分たちが生きるために他の宗教から要素を取り入れたりとかしてる挙動をやってるんですよね、仏教っていうのは、うんうん、そのずっとそれを重ねていくとだん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 と一体化していくっていう現象が仏教で起こったわけなんですよね。なんかもうこれ適当に言ってみますけど、なんか排他性のなさみたいなものがなんか仏教以外を排除するっていうことがなかったから、うん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 、融合っていう形で残ってるみたいな感覚でも、そうですね、合ってます、うん、そうですね、はいはい、まあ、そういうふうに言ってる学者さんもいます。逆のことを言ってる学者さんもいますよ。逆に仏教っていうのはちゃんと排除性はあると、仏教と非仏教の方で区別して扱われてるっていうふうに言ってる学者さんもいます。へー、なるほどな、うん、でもこのグプタ朝が滅びた直後ぐらいなんですけど、うん、バクティ信仰って呼ばれるものが起こっていくんですね、うん、これ一言で言うと何かっていうと、まあ、いわゆるヒンドゥー教の誕生ってことだよね。だからそのバラモン教が一般民衆に開かれたものとなって急速に広まっていくことなんですね、うん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 、で、もともとバラモンとかの特権階層が独占していた祭式宗教だったわけじゃん、うん、バラモン教っていうのは、はいはい、この祭式宗教から特権階級みたいなのを全然介在しなくてもいいんだっていう感覚の宗教になっていく。これが民間宗教とくっついてそうなっていくっていうことですね。ピンときますかね。バラモン教の段階では祭式宗教で、その祭式とかを暗唱できる人たちが必要で、はい、その人たちが暗唱することによって自然が運行されるみたいなことを言ってたわけじゃないですか。 ありましたね、はいはい、言葉が大事みたいな、あの感覚から町の神殿に行って祈れゃいいみたいな方になっていくってこと。なるほど、そういう変化を遂げていくってこと。はい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 、これがバクティ信仰によってバラモン教がヒンドゥー教化していくわけですね。はいはいはい、はい、神様自体はね、ベーダの神様みたいなものをそのまんま使ってたりするんだけどね。例えばだけどそのインドラっていう神様がいるっていう話をしてましたよね、うん、とかルドラとかもいるんですけど、こういうのをシバ神と同定していくんだよね。同定っていうのは同じ神様だとみなしていくわけですよね。はいはいはい、はい、吸収していくわけですね、うんうん、そのビシュヌと同じ神様だみたいな感じで、もう死ぬほどたくさん神様いるんだけど、はいはいはい、その全部をもう、こう同じ人のことですと、はいはい、ありますね、いうふうにしていって、はい、でシバ神の像を建ててそれを拝むとか、うん、リンガと呼ばれる男性器を模した像ですよね、うん、っていうのを建ててそれを拝むみたいなことをする
っていう風にすると、まあ、一般の人々も崇拝しやすいじゃないですか、うんうんうん、複雑な祭式を行わないといけないとかじゃないからね、うんうんうん、それで一般民衆に開かれていくわけですよね、うん、あともう一つは修行が必要だったりするわけでね、バラモン教ってほらブッダだってめっちゃ苦行と瞑想してたわけじゃん、うん、あそこまでしなくていいよって言ってるわけだよね、うんうんうん、ハードル高いじゃん、だから大変ですからね普通に普通に大変じゃないですか、うんうん、そういうのをしなくてもいいっていう概念になっていくわけですよね、うんうん、まあ、しなくていいっていうのは多分語弊がある、してる人もいるから、うん、しなくていいわけじゃないんだけど、うん、まあなんかハードルが下がったみたいな感じなんですかね、うん、まあそうですね、うん、ハードルが下がったと考えるのが一番わかりやすいかもしれないですね、はい、ただその神々に帰依するというか、まあ、祈るというかね、こう崇拝はしないといけないですけどね、はいはいはい、神々との間にそういう絆が出来上がっていってみたいな、うん、修行しなくてもなんか救われるみたいな、はい、その感覚になっていくっていう、これでやっぱ信者を獲得していくっていう結果になるんですよね、うんうん、仏教とかジャイナ教の信者が結構多くいたんですけれども、うん、そこからまたねヒンドゥー教の方に引きつけていったっていうことが起こります、うんうんうん、緩やかに民間宗教と統一されながら解脱とかいうレベルのことをしようとするんじゃなくて、うん、もっと満足した生活が送りたいなとか、うん、子孫繁栄したいなとか、うん、来世は幸福でいたいなみたいなことを偶像崇拝しながら信仰できるっていう宗教に切り替わっていった。はいはいはい。はい、まあなんかね、当初からすると正確に言葉を発しなかったら夏が来ないとかいう感じでしたからね。確か怒りがね。うんうん、そうそうそう、はい。そこに比べたらだいぶ全然違う宗教になってた。これがヒンドゥー教ですね。はいはい。もともと一応ベーダの宗教のバラモン教なんだけど、うん、大元はね、はい、これがかなり形を変えてヒンドゥー教化していくっていう。そうそう。なるほど、うん。混ざりまくるってことですね。うんうんうん、はい。まあこのようにしてグプタ朝期にですね、今のインドの原型っていうのが出来上がっていきます、はいはい、でこの後のインドなんですけれども、うん、超雑多になっていくんで、はい、さらっと一回流して、はい、重要なのがこのあと13世紀の初めぐらいに、うん、イスラーム王朝が出来上がるんですよインドに、うん、それまでのグプタ朝が滅びるのが6世紀ぐらいなんですけど、この6世紀から14世紀ぐらいまでにかけてのインドの歴史っていうのはもうぐっちゃぐっちゃなんですよ、うん、それはスーパーダイジェストでいきます、はい、もうこれね聞いてたら本当にもうなんか大混乱をきたすと思うんで、うん、目まぐるしく王国が交代していくし、はい、強力な統一国家っていうのは成立しなかったんで、はい、一つの大きい国があるみたいな感じにさえならないです、うん、そうですね、はい、うんうん、出てくるのはラージプート諸王朝って呼ばれる王朝で、このラージプートっていうのは何かっていうとですね、はい、これを理解するの結構難しいんだけど、はい、一言で理解しようとすると、はい、日本でいうと武士みたいな人たち、おクシャトリア階級だと自称している実力者たちです、はいはい、そう、うん、俺源氏出身だぜみたいな、そう、そんな本当にみたいな本当に源氏ですかみたいな人たちが、うん、はい、いや俺らはクシャトリアですって言いながら幅を利かせてるんだが、はい、統一できないのでぐっちゃぐっちゃっていう戦国時代みたいな状態、なるほどなるほど、っていうのが長く続いてるっていう日本の戦国時代に近い、そこが武士が割拠してるよね、うん、でもあなたもともと農民でしたよねみたいな、なるほどなるほど、素性もう分かんないよねみたいな人が、いや俺ラージプートだしとか言って誇りを持って戦ってるみたいな状態、そう、これがまあ、特に8世紀から12世紀にかけて、うん、グプタ朝が終わってしばらくしてから、うん、イスラームの人たちが流入してくるまでの間に起こったのがそういう時代ですね、はい、うん、でこの人たちはみんなグプタ朝期に築かれたサンスクリット王権モデルっていうのを活用して王国を作ってるんですよね、うん、でバルナ秩序に基づいた王権支配っていうのをやってます、はいはいはい、はい、うん、なんでこの頃のぐっちゃぐっちゃの状態みたいなのは、うん、あんまり今のインドと変わんないと思う正直、うーん、これを無理やりインドって呼んでるのが今みたいな感じですよね、え、そうなんやだから言語も違うしって言ってたじゃん、そうね、そう、うん、そうなんや、これがなんかすげえちゃんと統一されてるわけじゃないのが今みたいな、そうですね、今のインドはもう近代の国民国家の枠組みを無理やりこう適用して、そっかそっか、食ってるって感じですね、マウリアとかの方が全然まだ統一感があった、いやだからマウリアの段階でもないってことですよね、だから言語もバラバラだし、そうかそうか、うん、そう、先制国家って言ってても大した先制はできてないはずなんですね、そうかそうか、あの当時は中国で起こった言語の統一みたいなのがやっぱり起こらなかったってことだよね、うん、はいはいはい、うん、それでかいじゃん、言語が統一されてるのとされてないのってでかそうですね、でかいじゃないですか、だからまさにヨーロッパっていう状態で、そうですね、はい、ヨーロッパと似たような状態で、ヨーロッパもさ
中世ぐっちゃぐっちゃって言ったらぐっちゃぐっちゃじゃん。あれを一つの国としてみなして、各勢力がいろいろいるっていう想定をしてしまうと、ぐちゃぐちゃですにしかなんないじゃないですか。そうね。けどフランスはフランスで、ドイツはドイツなわけですよね。そうね。インドも普通にこの時のベンガルとかはベンガルのまんまでとかなんで、そういう感覚なんです。面白いですね、はい。別にベンガルからしたらベンガル普通にぐちゃぐちゃじゃなくて、俺らベンガルですけど、ずっとベンガルでしたけど、ね、みたいな感じなんだけど、それがインドって言って無理やりまとめようとするんで、ぐっちゃぐっちゃですっていう表現をしないといけない。おもろ、これただの認識の違いやな。まあ言い方を変えると多様性が今日まで保存されてきたというふうに言い方もできますね。インドという括りで見ればね、はい、でかいね、まああとはそのなんていうか本当にずっとバラバラだったわけでもなくて、それがぐっちゃぐっちゃのゆえんなんだけど、はい、一時的にこの国とこの国とこの国がゴンって一緒になったとかもあるんだよね、なんでそのパーラ王国とかプラティハーラ王国とかラーシュとラクータ王国とかね、いろんな国が出てきたりするし、それが北はまあまあまとめてますとか、で南インドはまあまあまとめてるチョーラ王国とかが出てきますとか、そういうのが出てきてるんでややこしいんだけど、でもそれもさ、戦国時代に徳川家康が5カ国領有したとかっていう話とあんま多分変わんないんで、まさになんかそういうイメージです。駿河の国は駿河の国だなって思って生きてるね、多分。まあそんな感じですよ。わかるわかる。はい。ただそのまあふんわりとした共通基盤としてあるのはヒンドゥー教なんですよね。政治力っていうよりもまあ宗教を通じて文化力によって、なんかいわゆるインドの精神的な一体性っていうのは一応あったっていうふうに言ってる学者さんもいます。なるほどね。はい。まさに日本もそうですね。そうだね。なんかこう仏教は大体みんな知ってますみたいな感じなんで、まあそういうアナロジーで理解したら理解しやすいかな。そうだね。はい。中世ヨーロッパみたいに国にたくさん分かれてるけれども、一応みんなキリスト教っていう精神的な共通基盤がある。日本とかだとさ、武士とかが台頭しても内部の人しかいないから、この人の誰かが織田信長みたいな感じで強くなって統一するみたいなことが起こるじゃん。インドはさ、ユーラシア大陸にいるんで。はい。この状態にムスリム来るんですよ。そう。なるほど。このそうなんだね。日本でいう上杉謙信とか武田信玄とかが織田信長とかがガガガガンとかってやってる時に、マジでわけわかんない人来るんですよ。わっみたいな人が来て、っていうのが次回ですね。これでイスラームが流入してきて、イスラーム王朝が出来上がるっていう。まあ日本でいうとだから現行でモンゴルがそのまんま居座っちゃったみたいな感じかな。そう。ってことが起こる。はいはいはい。インドでは。なるほどなるほど。はい。それが次回です。いや、あとまあまとまりで言うとバルナの感覚でまとまってるっていうのもあるんですか。だからそのサンスクリット王権フォーマットでみんなまとまってる。で、あとジャーティーとかがあるっていうのは一緒ですよね。バルナとジャーティーはみんなまとまってますよね。バルナジャーティーがあって、あとヒンドゥー教みたいなものがなんとなくこうインドっていうくくりになってる。そう。同一文化圏っていうくくりになってるね。そうだね。でヒンドゥー教はまあ民間にも広まってて、必ずしもその厳しい修行をしなくてもまあいいよっていう、柔らかくなってる。はい。そう。って考えるとやっぱイスラーム圏は全く別の文化圏、完全別でしょうね。ですよね。信じてる神様、コーランですから。コーランね。アッラーですからね。アッラーですから。一神教なんで。ああ、わあ。まあね、それは全然違うやろうなって思いますね。今ならちょっとわかるな。はい。ということでその続きは次回ですね。はい。ありがとうございます。株式会社コテンの活動は皆さんのコテンクルー費によって支えられています。僕たちの活動を応援したいと思ってくれた人はぜひ画面のアイコンからコテンクルーに参加していただけると嬉しいです。お願いします。